永さんにとって天才と言われた騎手としてのお父さんはどういう存在ですか？やっぱこの世界に導いてくれた存在です、うん、ただまあ僕が2歳の時に落馬事故で、まあ、あの騎手生命は絶たれてるんで記憶はない、父親が乗ってた記憶もないし、それで影響を受けたってこともない、うん、まあ、ただやっぱり自分の父親が騎手だったっていうことで自分のこう仕事として騎手っていうのが選択肢に入ったのは間違いなく父親が騎手だったから。実際にお父さんが騎乗している映像などを見て、うん、お父さんの技術的な部分っていうのはどう思われてますか？それを自分のその動作解析のコーチに見てもらって、うちの父親はあの当時において何が違ったのか、まあ、要は他のジョッキーと比べて勝率も倍ぐらいあったし、圧倒的な数字を残してたんで、なんか解析してもらったらやっぱり今自分が取り組んでやっていたことを30年前、40年前に、まあ、やってた。例えばまあ野球で言えばさ、ストレートとカーブしかない時代にさ、フォーク投げてたみたいなもんで、ね、なんでできてたのかが解明できない、聞けないから。それはね、聞きたいとこ、なんでできてたの、考えてなのか自然なのか。そうだから天才って言われてたの。一人だってそんな時代フォーク投げたら天才にならない消える魔球やん誰もわからないことをやってたわけですね。 それ見てもやっぱそう思うんですか？映像見て福永さん自身も、うん、全く周りと違う基準をしてる、ね、でも競技ってそういうもんじゃない？そうですね。やっぱりそうやって技術が蓄積されて継承されていってどん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 進化していくもんだから、うん、まあ野球にしてもサッカーにしてもそうだと思う、はい、戦術もさどんどん進化していくわけだよ、はい、俺がちっちゃい時は442しかなかったシステム、サッカーさんいろいろありますよ。そうそう、いろんな戦術があるわけじゃん。今の人がさ、じゃあ30年前いたらやっぱ勝つわけじゃん。それはフィジカルが30年で進化したっていうよりは技術が進歩したからそうなるんだと思うし、うん、競馬の世界も他の競技よりはやっぱりちょっと、うん、進歩の度合いが遅かったから、その中で他の競技でやってることを自分が取り入れたりして他の人よりもいい結果を出すってことはしてたから。それが解析とか。そうそう、コーチがそもそもいないし、うん、今でもいないんだよ。ジョッキーのコーチがいない。あ、教えてもらえる人が。そうそう、技術的な、うん、まあ要はゴルファーだって、まあ、どの選手だってコーチがいるわけじゃない、はい、でそのコーチは全てじゃあみんな優秀な選手だったかと、そうでないケースもあって、コーチングに長けてれば理論があって、はい、教える能力があればコーチとしてプロのコーチとして成立するわけだし、だから僕のコーチは馬乗ったことない人だし、その人を取り入れてからやっぱり結果は飛躍的に良くなってきました。自分のがやってることの理論付けもできるようになってきたし、より周りでそういうことされている人っているんですか？まあ、聞いたことない、うん、例えば僕がつけてるコーチにコーチングをしてもらえませんかっていうジョッキーは何人か来てたけど、まあ、専属契約も済んでたからそれはストップしてたし、今は解消してるけど、だから結局さ、だから後追いじゃさ、叶わないわけじゃない、先やってる人の。だから新しくやっぱり何かを取り入れるっていうことをしないと、なかなか他の人よりもこう違った結果は出しづらい。よほど自分にポテンシャルがないかに。今もその解析とか続けられてるんですか？続けてる、うん、でも他のジョッキーも受けながら。そうそう、だからそれも実験的にさ、うん、例えば自分はそのコーチングそのメソッドを取り入れてやっていて結果が上がっていったんだけど、じゃあ自分以外の騎手がそれ同じことやってどうなるのかなっていう実験もした、うん、どうなんですか実際今は？やっぱ結果出る、出る、ね、進捗度合いが違うけど、うん、習得するスピードっていうのがやっぱ違ったりするけど、うん、習得した騎手は結果出してるから間違ってはないのかなっていう。親が偉大でご自身に才能があっても同じように活躍するのはいろいろな要素から難しかったりすると思うんですけど、福永騎手は今の活躍をどういう気持ちで作り上げましたか？まあ、親に関しては、まあ、僕が騎手を志した時点ではもう現役から退いてたんで直接比較されることはない、まあ、だからこう入ってこれたっていうのもあると思います。親の顔に泥を塗らないようにだけ、それはだから結果、いい結果を出さなければ迷惑かけるじゃなくて、やっぱそれは仕事に対する取り組み方だ、そこさえこう
ちゃんとしてれば親の顔に泥を塗ることはないのかなとは思ってやってたし、もちろん周りからは比較されるし、うん、でも比較されるのが嫌だったらその道選ばなければいいだけだし、そこはもうなんか、うまく流してた。別に反発するでもなく、あそうですねっていう、こうなんとか追いつけるように頑張りますとか、父親、目標は父親ですみたいなこと言ってたけど、目標なんかにしたって、もう辞めてる人目標したってしょうがないしね。内心はそういう感じでやってた、うん、まあでもそれは環境がね、自分はそういう環境だったから、まあ、特殊だけどね、なかなかこう多くの人に当てはまることではないと思うけど、まあ、結局自分の人生自分のもんだしね、うん、だから自分が好きなようにやってる、うん、そのためにはやっぱりでも好き勝手やるのと好きなようにやるのとはまた違うから、うん、やっぱり自分を支えて応援してくれた人たち、に対してはすごく恩義を感じてるし、でもやっぱりそういう人たちはさ、やっぱり自分がやっぱ活躍することが一番喜んでくれたりするわけだから、だからそのための努力をちゃんとやるってことだけど、うん、そしたらあの応援してくれた人たちは納得してくれるし、うん、それで十分なのかなとは思うしね、はい、あとはもう本当好き勝手やって、一度しかない人生だしね。そうですね、競馬以外でも成長するのに必要な要素ってありますか、騎手として。騎手として競馬以外に、はい、やっぱり他業種の人と交流すること、うん、やっぱり小さい世界にいると小さいこう価値観判断基準の中で完結してしまうから、うん、やっぱり外の世界の人と触れ合うことで、あ見識を広めて深めていくとやっぱ世界広がる。で、まあ、そこにやっぱいろんなヒントもあるし、うん、あそれ自分の仕事にも取り入れられるなっていうヒントもあるし、そこの作業はやっていかないとダメかなと。なんていうのかな、ギスギスすることもないけど、必要以上に同業者とも仲良くしなかった、うんうん、なんか慣れ合うのが嫌だった、うん、独身寮っていうのがあるんだけど、はい、離島ですか。そう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 、働いて、まあ住むとこもさ、最初お金ないじゃない、だから寮に入って、で若い子は結構入ってるんだけど、俺はやっぱ一度も入らなかった、うん、そのなんか寮生同士やっぱ仲良くなるんだけど、うん、そこでさ、なんかまあゲームとかさするわけ。そうすると普通の、まあ、昼の仕事が終わった後とかに厩舎に回ったりして自分の顔を覚えてもらって、なんか機会あったらお願いしますって言ったりもするんだりしてたんだけど、まあ一人やってない人がいると、まあこいつもやってないし、みんなじゃあ一家みたいになっちゃう。そういうなんかこう趣味に交われば赤くなるっていうか、もう悪い感じでね、そうなりたくなかったから意識的に距離は取ってたから、甘えちゃうしね、周りやってないと自分もやってなくてもいいかって思っちゃうじゃない、うん、でやっぱり人間、僕もそうだけど、やっぱりちょっとこうどうにかしてやっぱ楽にできないかって思いがちだから、そういう環境に身を置かないようにしてたし、付き合う人間はやっぱり結果を出してる先輩としか付き合わなかったから、まあ、どっかヒントがあるんじゃないかなと思ってたから、何か酔っ払った拍子にね、こうレースのそのコツなんかをポロッと言ってくれたりしないかなっていうのもあって付き合ってたけど、なんかやっぱそういう自分の意識を高める上でもそういう先輩としか付き合わなかったかな。まあ、そういう人と一緒にいるとやっぱ意識高まるじゃない、話も聞いてたりするとさ、あんまりだから年が近い人と仲良くすることはそんななかったかな。いろんな人と交流あるイメージありますもんね、馬場さん。あの騎手の方じゃなくて外の、ああそうね、まあ、野村さんなんかもそうですし、はい、そうですね、アスリートもそうですし、うん、話してやっぱなんか感じる部分とか多いんですか。ああ、あるある、面白い、やっぱり、うん、そのビジネスで成功された人もそうだし、うん、他の競技で活躍された人もそうだけど、なんとなくやっぱりその抑えてるポイントってやっぱ一緒だったりする、うん、すごくこう共感する部分もあるし、なんか新しいアイデアをそこでね、うん、見つけられる時もあるし、まあ一番でも僕自身がその大きな価値観の変化があったのはやっぱ結婚です。結婚、結婚が大きかった、うん、全く違う価値観にもなれた部分もあるし、うん、まあ、結果としてね、仕事にもうまくつながってるし、まあ、そんなそれはまあ
単なる副産物だけど大きく買われたよね、うん、まあ前の時もまあ、まあ、その今の人生いいなと思いながら生きてたけどまた違う全く違う人生を歩んでる感じもして、うん、歩めてて面白い、うん、結婚してよかったなと。競馬に対しても何かこう考えとか変わりましたか？変わる。仕事が一番じゃなくなった。あ、うん、なるほど。だからといって、うん、そこがおろそかになるわけで、うん、結局そこからキャリアハイにもつながるわけだし、うんうん、だからなんかこうじゃなきゃいけないっていうものを結構独身の時は持ってたんだけど、うん、変な固定観念みたいな。だそういうさっきのトレーニングやめるもそうだけど、うん、そういう自分が変化することに対しての、うん、柔軟性っていうのは結婚することによってかなり変わったかな、うん、取り入れるようになった、うん、そうするとなんか人生も豊かになる。